カープの先発は杉田でした。この杉田が1回はこの盗塁を刺したシーン、高木は今日は盗塁2つ刺しました。ゼロに抑えています。工夫早手は奥田奏太が先発。ここはキャッチャーの深草の盗塁阻止、これもあって奥田は1回ゼロで抑えています。3回の表、今日実戦復帰の上本にこのショートでのファインプレー飛び出しました。ガッツポーズも出ていました上本です。今日は上本はヒットも1本打ちました。3回の裏ランナー1人を出しますが、ここは佐藤を奥田奏太がダブルプレーに打ち取りました。さあそしてこの4回です。実戦復帰した上本のヒット、上本は今日は2打席でベンチに退きました。フォアボールとヒットという2打席でした。そしてこの4回の裏、その後チャンスを広げて中村翔成が内野ゴロ、この間に1点を先制しました。5回の表、こちらは変わった韮澤のファインプレーです。杉田は5回を無失点、5回までは1安打ピッチングでした。5回の裏カープの攻撃は先頭の前川がライトオーバーのスリーベースヒット、そして続く内田センターに弾き返すヒットで1点を追加、2対0。なおもランナー満塁となって打席は韮澤。このショートゴロ、ダブルプレー崩れの間に1点を追加しました。3対0とカープがリードを広げます。カープ先発の杉田は6回を投げて63球、打たれたヒットは3本、無失点でマウンドを降ります。自己最長の6イニングを投げました。ゲームは8回、ランナー1人を置いて増田からこの当たり、深谷力の第1号ホームラン。工夫早手が2点を返します。1点差でマウンドに上がったのがロバート・コルニエルです。今シーズンは自責点ゼロというこのコルニエル、13試合目の登板もしっかりと3人で抑えてゲームセット、3対2でカープが逃げ切ったゲームとなりました。まずは3連戦の初戦をカープが制しています。